皆さんおはようございます。3月13日月曜日です。3月に入り春の気候が戻りつつありますが、体調管理に気をつけ明るく元気に過ごしていきましょう。そして今週も引き続き新加入選手のご紹介をします。今週は白澤ゆりえ選手です。紹介お願いします。好きな食べ物はお寿司です。名前から言って。絶対名前から言って。何ですか。ミレックス新潟レディーサンダー18から来ました。白澤ゆりえです。好きな色は何ですか。オレンジです。好きなところはどこですか。新潟の。海。いっぱいあるね。では今週の試合情報です。私たちは3月21日火曜日アウェイでサンフレッチェ広島レジーナと対戦します。勝ち点3を持って帰れるように戦いますので応援よろしくお願いします。今日は30秒リフティングチャレンジをします。よっ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 、何回リフティングをしたか皆さん当ててくださいね。白澤選手、自信のほどはいかがですか。あります。あります。あります。それはね、あるしか言えないよね。はい、それではやっていきましょう。はい、よーいスタート。あ、口開いてます。おー、片足になりました。あ、左はやっぱ弱いのですかね。膝リフティングもしました。終わりです。はい、どうもありがとう。どうもありがとう。ふいのシュートあっていただいて、最後の1回は完成です。スタート1、2、3。しかも左足でやってるってなんか言わないんかな。じゃあ右足で行きます。逆に喋りながら余裕です。おっと、今何回でしょう。ちなみにどっちが利きですか。右です。名前は何ですか。知らないです。好きな食べ物は何ですか。お寿司ですよね。お寿司のネタで好きなのは何ですか。マック巻き。え、寿司じゃないんだ。終わりです。納豆だって。初めて知った。お寿司じゃない。魚じゃないんだけど。納豆巻きです。じゃあどうでしたか。正解した方はおめでとうございます。すいません、変なところに輪が入っちゃった。そしていいね、コメント、リツイートお待ちしております。それでは今週も元気にイエス。